ビルヘルムスドルフは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケン行政管区のフィルト軍に属す、市場長である。1972年の市町村再編までは、ノイ・シュタット・アンデア・アイシュ軍に属していた。市場長ビルヘルムスドルフは、フィルトとバーとビンツハイムとの間、フランケン平和自然公園の終焉部に位置している。ビルヘルムスドルフ町内を千川が流れ、 アッツェンホーフ近郊でレグニッツ川に合流する。この集落は1 5トル離れたビルヘルムスドルフと混同しないよう注意が必要である。隣接する市町村は北から時計回りに以下の通りである市場町ビルヘルムスドルフは14の公式に名称を持つ以下の地区からなるデンツェルミューレとバルクミューレは公的に定められた地区ではない。 ウィルヘルムスドルフの創設はおそらく旧世紀のカロリング町にまで遡る。最初の記述は1 9 9 6年の文書におけるレジェルでウィルハムズダーフである。時代とともにウィルハムズドーフからウィルヘルムズダーフあるいはウィルヘルムズドーフ、その後ウィルハームズドーフと表記されるようになった。地名の規定語は人名ウィルハムに由来しており、 この集落の建設者であると考えられる。1566年にボルフ・フォン・ビルヘルムスドルフが、騎士領ビルヘルムスドルフと、ナイト・ハルツ・ビィンデンを、シュッツ・バール・ゲナント・ミルヒリング兄弟に売却した。兄弟のうち、1536年に生まれた、ハイン・リヒ・ヘルマン・フォン・ブルク・ミルヒリングが重要な人物で、後にビルヘルムスドルフの独占的所有者となった。 ハインリヒ・ヘルマンは1569年に皇帝から帝国男爵に上された。ボルフス・フォン・ビルヘルムスドルフの死により1569年にこの家系は断絶した。この地域では1528年から宗教改革が広まりつつあったが、ビルヘルムスドルフではそれまでの教会守護権の所有者が1596年に死亡し、 ミルヒリングが男爵に昇格した後の1572年になって宗教改革がなされた。かつての領主の執務官ビルヘルムスドルフの司教会、消失したビルヘルムスドルフ要塞はハインリヒ・ヘルマンがブルクミルヒリング要塞という名称で水木として建設したものであった。1592年にヘルマン・フォン・ブルクミルヒリングが亡くなり、1593年に 息子のハインリヒ・ヘルマン・フォン・ブルクミルヒリングが医療を継承した。後を継いだ彼は善良な上司で学問を好んだ。コーテールドルフ2世は1597年に彼に独自のターラー貨幣中造券を授けた。ビルヘルムスドルフ家は1612年に重罪裁判権を有する領主に昇格し、これにより帝国直轄領主の地位を得た。 この帝国騎手の領主化は、フランケン帝国フライス内で、カントンアルトミュールに組み込まれた。かつての領主の執務官は、主教会の西にあり、現在はブルワリー及び旅館として利用されている。30年戦争の際、軍司令官マンスフェルトは、1621年10月に、ビルヘルムスドルフからアムト・ホーエネックに進軍した。グスタフ・アドルフ・ホンスウェーデンは1632年に、 ブルクミルヒリング要塞に宿泊した。1656年にハインリヒヘルマンフォン・ブルクミルヒリングが後継者を設けないまま亡くなった。これ以後ビルヘルムスドルフの所有者は何度も入れ替わった。1659年から1667年までこの集落はオーストリアからの亡命貴族ゲオルク・ハニバル・フォンエックが治めた。この集落はこの頃主に ニーガー・エス・ターライヒからの宗教亡命者の新たな故郷になっていた。1667年にホーエンドへのイエンシュタイン、ハク・ボルフガング・ユリウスが、ビルヘルムスドルフとナイトハルツ・ビンデンの領主権を獲得した。その地下で30年戦争の痕跡が取り除かれ、ビルヘルムスドルフは1671年に皇帝レオポルト一世から史上開催権を授けられた。 ブルクミルヒリング要塞は1672年から1693年の間に取り壊され、その後、付属建造物や上官施設を有するレジデントシュロスが建設された。彼はビルヘルムスドルフに住むユダヤ人に印刷業を営む許可を与えた。ビルヘルムスドルフで印刷されたユダヤ人の書物は世界中で販売された。例えば、1673年、 1677年に刊行されたマーシバッチなどである。ボルフガング・ユリウスは、その妻であったホルスタイン公女が亡くなった後、1689年に、オーストリアの亡命貴族家出身のベルズ博女、フランツィスカ・バーバラと結婚した。ボルフガング・ユリウスは、結婚から9年後の1698年に76歳で、死亡した。1701年、 35歳のフランチスカ・バーバラは、ホーエンド・エバルデンブルク・シリングス・フィルスト・ハク、フィリップ・エルンストと結婚した。フランチスカ・バーバラは、ビルヘルムスドルフを保持し続け、その地下で、ビルヘルムスドルフは、最盛期を迎えた。彼女はここで、ボルフガング・ユリウスが計画していた、建設計画を実現した。1742年のビルヘルムスドルフ上官の、 スケッチフランチスカ・バーバラは、1718年に、亡くなった後、福音主義師教会の美容所の豪華な棺に葬られた。フィリップ・エルンストの死後、ビル・ヘルムスドルフとナイト・ハルツ・ビンデンは、二人の幼い、子供に引き継がれた。フィリップ・エルンストの息子は、ビル・ヘルムスドルフ帝国領を引き継いだが、後継者を残さなかった。領主権は、オイノ・リンブルク、ボン・イコール・シュティール・ムハク。 フィリップ・フェルディナント・フォン・リンブルク・シティールムが相続した。多額の借金を理由に彼は、1769年に、所領を売却し、フルダの数密顧問官クロイツベルク男爵、エラスムス・ブルスターに売却することを強いられた。エラスムス・ブルスターは、ニュルンベルクの貴族の娘ドロテア・マリー・クレース・フォン、クレス・ヘンシュタインと結婚していた。彼らの息子クロイツベルク男爵ヨハネス・フリードリヒ。 ブルスターはこの霊園から年金を得ていたが、1839年に死亡し、彼の家門は断絶した。このためビルヘルムスドルフの行政権は、バイエルン政府が引き継いだ。リッターハウス騎士関東ンアルトミュールは1703年に、執務官をリュクラントからビルヘルムスドルフに移転し、1720年頃に、マルクト広場に面した教会の東に、 新しい執務官を建設した。この行政の建物は現在もリッターハウスと呼ばれている。18世紀末頃、ビルヘルムスドルフには130個があった。高等裁判所と村の領主がヘルシャフとビルヘルムスドルフで建成を誇った。これらがブランデンブルクバイロイト高領のカステンアムド・ノイホーフを形成していた。いくつかの辞書は異なる土地領主に属していた。 127個がヘルシャフト・ビルヘルムスドルフ、3個がキシカントン・アルトミューレに属していた。1791年、隣接するアンスバッハ辺境白領がプロイセン王国領となった。これを主導した最小カール・アウグスト・フォン・ハルデンブルク男爵は、この地域の領主権を買い占めることで整理を行おうとしたが、成功したのは一部だけであった。彼は、領主としての介入や、 軍事行動で帝国騎士領への圧力を強めていった。その多くの部分は帝国法に反していた。1796年11月22日にアンスバッハの政府委員会による吸収によって関東、アルトミューレの文書庫や文書係所有のほぼすべての公文書が押収され、アンスバッハに運び去られ、重要な帝国騎士領の真理の進行に重要な文書が奪われた。 これには兵士も投入された。これ以前、1792年2月と3月にアンスバッハバイロイトに隣接する騎士領及び帝国都市でプロイセンによる襲撃が行われていた。1796年にこの集落はプロイセンの統治下に置かれた。アンスバッハ公領は1805年12月15日から短期間ではあるが、ハノーファー選定公領と交換で、 フランスに属すこととなったが、1806年に、バイエルン王国に併合された。同時に、帝国騎士領としての直轄権が剥奪された。1806年に、バイエルン王国領となったビルヘルムスドルフでは、市長尊令に従って1808年に、シュトイアーディストリクトビルヘルムスドルフが設けられ、デンツェルミューレ、ファルマイステライ、レンツェンハウス、バルクミューレがこれに属した。 1813年に、ムニツパルゲマインでビルヘルムスドルフが設けられたが、その範囲は超税区と同じであった。この町村は、行政と裁判は、カドルツブルク地方裁判所に、財政は、レントアムとカドルツブルクの下に置かれた。しかし、一部の裁判権と警察は1839年まで、ビルヘルムスドルフ世襲裁判所に残された。 1842年10月1日に、ビルヘルムスドルフは、マルクとエルルバッハ地方裁判所とレントアムと、ノイシュタットアンデアアイシュの下に編入された。ビルヘルムスドルフは1862年から、別リュクスアムとノイシュタットアンデアアイシュの行政管轄下に置かれた。裁判権は1879年までマルクとエルルバッハ地方裁判所に置かれ、 1880年から1950年代まで、マルクト・エルルバッハ裁判所、1950年代以降は、フィルトク裁判所がこれを引き継いだ。この町の当初の面積は5.944平方キロメートルであったが、1958年に8.069平方キロメートルを合併して拡大した。領主で判事のゴッドリープ・クリスティアン・エーバー・ファルト、 ブンダーは1817年にルートビヒオーの命令でビルヘルムスドルフとブーフクリンゲンの裁判権を引き受けた。ビルヘルムスドルフの最も古いクラブが1846年設立の射撃クラブである。これは19世紀のクラブ設立の波に乗って設立された。1878年、1879年にレジデントシュロスが取り壊された。 住む人がなく、放置されていた建物を国が競売にかけたためであった。1895年、チェングルント鉄道がビルヘルムスドルフに到達した。1907年にこの村は電力網に結ばれた。ヨハネス・ツバイク協会が1907年に幼稚園、運営団体として設立された。1930年にビルヘルムスドルフ・ウンター・アルテン・ベルンハイム間の 郵便馬車が廃止された。1928年6月に、ビルヘルムスドルフの教員アドルフ・マイヤーは、NSTP の地域グループを発足させ、初代の指導者となり、同年12月8日にビルヘルムスドルフ初の国家社会主義の町議会議員となった。1932年5月からマイヤーは、第二町長を務めた。1933年秋に、 ノイシュタット・アンデア・アイシュに移り、このため彼の息子は、そこのミッテル・シューレで学ぶこととなった。町長で、後の軍長、ハイン・リヒ・シュペルバーの1947年3月の評価によれば、マイヤーはおそらく多くのビルヘルムスドルフ住民が、ダッハウ強制収容所に収容されることを防いだ。国家社会主義の時代、NSTP のイベントで1932年の講演者として、 アドルフ・マイヤーと共にフィールトの市議会議員フランツヤーコップがビルヘルムスドルフに登場しユダヤ人を追放した。この市場長は1938年12月にユダヤ人がいないことを宣言した。1963年にカトリックの教会組織は教会堂を建設した。1964年アンデアシュタイ下通りに新しい校舎が完成した。 1972年7月1日、バイエルン州の地域再編に伴って、ビルヘルムスドルフは、ノイシュタットアンデアアイシュ軍から、フィルト軍に移管された。また、この地域再編により、ビルヘルムスドルフ南部のいくつかの集落がこの町に、合併した。1976年、ウンターウルゼンマッハへ向かう通り沿いに、屋内イコール屋外ブールが設けられた。 ビルヘルムスドルフのユダヤ人墓地、ジーデルバッハへ向かう通り沿いに、遅くとも15世紀半ば以降には、ビルヘルムスドルフのユダヤ人墓地が設けられていた。1842年の記録には、ユダヤ歴5212年の破壊史が報告されている。判読可能な最も古い破壊史は、1690年のものである。この年から死亡時登録がなされるようになり、 最後の埋葬は1936年4月8日に行われた。この墓地は1865年に拡張された。広さ39.5ヘクタールの墓地には、近隣のマルクとエルルバッハやディーテンホーフェンの住民も埋葬された。現在約500基の墓石が残されている。1958年に、ウンターウルゼンバッハが合併した。1971年1月1日に、 それまで独立した町村であったリボルツベルクが合併した。1972年7月1日には廃止された町、カッターバッハの一部がこの町に加わった。キルヒハルンマッハは1978年1月1日に合併した。ビルヘルムスドルフの町役場ビルヘルムスドルフの町議会は2002年までは16議席であったが、 人口増加に伴い2008年の選挙から20議席に拡大した。2014年3月16日からウーベン・マートが第一町長を務めている。彼は2014年の選挙の第一回投票で52.8%の票を獲得して町長に選出された。金字と青字に上下に分割。上部は互いに接した3つの赤い菱形図形。下部は 銀色の大文字 W。この紋章は1926年に新たに作られた。ビルヘルムスドルフ家の紋章に由来するデザインに銀色の W の文字を組み合わせた。W はこの町の頭文字であり、青と銀の配色はバイエルンの色である。紋章はバイエルン内務省の1926年6月23日付の政府決議によって保証された。 ビルヘルムスドルフは以下の町と姉妹自治体関係にある町役場はフランツィスカ・バーバラの下で1717 17年から1718年に建設された領主の居点権執務官である。この建物は1719年から1720年に背面の翼塔が増築されその上階にバロック様式のダンスホールが設けられた。1811年に バイエルン王国により私有化され、職人の工房として利用された。1939年に町がこの館を購入し、町役場として改修した。2000年から2005年までの間にこの館は近代化され、増築された。TSV1886 ビルヘルムスドルフ EV は、サッカー、柔道、テニス、卓球、機械体操。 バレーボール部門を有している。2017年から、屋内、屋外プールを維持、回収するためのフェルダーフェライン、バートフロインでウィルヘルムスドルフ EV が発足した。キルヒマイルは、毎年精霊降臨祭と9月半ばに開催される。7月半ばには、マルクト広場祭りが行われる。修道ストリート2252号線が町域を東西に貫いており、 ランゲン船近郊で南西バイパス道路に接続し、これを経由してエムスキルヒエンに至る。軍道 NEA23 海 U18 号線がジーデルバッハ及びマイアースベルクに通じている。市町村連絡道はデュルンブーフで NEA19 号線に接続し、またリポルツベルクに至る。大部分が通り抜けである町の中心部の交通負荷を解消する。 アンスバッハー通りと鉄道の南を通るニュルンベルガー通りとを結ぶバイパス道路が2002年に建設された。1895年9月9日、ツェングルント鉄道によってこの町はニュルンベルク・ビュルツブルグ線が通るジーゲルスドルフ駅と結ばれた。この路線は1902年12月5日に丸くとエルルバッハにまで延長された。列車は一部はフュルト中央駅、 一部は、ニュルンベルク中央駅まで運行した。1998年にはこれに加えて、ビルヘルムスドルフミット駅が開業した。ビルヘルムスドルフには、マスト高138メートル、全高179メートルのタイプエナーキン E-82、風力発電機2機からなる、バイエルンで最も高い風力発電施設が2009年から、ある。2010年から、 さらに同タイプの発電機3機が増設される。発電機はそれぞれ2.3メガワットの発電能力を持つ。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。